はい、こちらガイモンドです。リアル護身術をぶちかます。はい、ということでですね、今日も護身ラジオショートショートの方を行っていきたいと思います。米返しをちょっとしたいので少しちょっと時間オーバーするかもしれませんがよろしくお願いいたします。そしてですね、DVD ね、ご購入ください。それからダウンロードも今できるようになっておりますので、ぜひ、こちらの方もご購入いただいて、今ねこのような形で、一応都市の方は特に自粛というような形だと思うんですが、田舎だとねちょっと話が変わってきますけども、そういった方は特にですね、このダウンロードね、活用していただいて、自宅で、どちらでもいいですね、会社に行かれるという方もいるかもしれないので、どこかで時間ができたらね、スマートフォン等でですね、動画見ながら練習していただきたいと思います。ね。イメージトレーニングもできますからね。ぜひ見ていただきたいと思います。ご購入ください。よろしくお願いします。はい。そしてですね、米返しちょっと行きたいと思います。ですが、さっと行かせていただきます。よろしくお願いします。私、893。これは、私893と呼ばせていただいていいですね。はい。あちらの方じゃなくていいですよね。はい。私893。はい。わかりました。日本人の特性として、形状にしてもさすまたにしてもどういうわけか顔面をつきません。あるマリーンの方ですが、海兵隊ですかね、はい、の方ですが、ナイフで顔面をつくのが一番と話していました。なるほどと思います。言い換えればさすまたの石突きで顔面をつくもありでしょうかですね。はい。これはですね、もう多くは私は語りません。いいですか。さすまた、熱で、特にこうやって抑えたりするのは難しいっていう話私しましたよね。まず無理だっていう話しましたね。だからさすまたはどちらかというとあんまり現実的じゃないっていう話しましたよね。なので、そういったことをですね、考慮して、私DVD ですね。さすまた護身術 DVD というのを作らせていただきました。ね、対凶悪犯罪、さすまた護身術 DVD です。いいですか。今現在ですね、これダウンロードすることもできます。ぜひご購入ください。皆さんよろしくお願いします。ですね、こちらの方でね、ほとんど公開しております。はい。要は打撃術としてのさすまたを中心に紹介しておりますので、もうこれはですね、多分学校でですね、侵入者対策でさすまたを使ってらっしゃる方多いと思うんですけども、ほとんどの方、本当にこれ言い方悪いんですけど、私まあね、検証も紹介してるのであれなんですけど、ほとんどの方多分使えないと思います。はい。全く使えないと思います。これはもういろんな話聞いてもそう思います。はい。なので、一番いいやり方は、これ私8933もおっしゃってますけども、やっぱり打撃ですよね。打撃系。もうどうしてもさすまたしかないっていう方。ありますよね。法的な問題だとか、警備員の方とかもそうじゃないですか。ね。サイレスプレー持ちたいけど持てないって方もいるし、スタンガン持ちたいけど持てないって方いますよね。警備業法の問題があって。ね。学校の教員の方もそうだと思うんですよ。本当は内心ね、サイレスプレー持ちたいなって。サイレスプレー配ってる学校もありますよ。ありますけど、いや、うちは認めてないんだよな、サイレスプレー。うちは、最先端行ってないんだよ、うちのやり方は。だから、サイレスプレー使いたいんだけど、でも、ないんだよな、とかね。スタンガン使いたいんだけど、ないんだよ、うちは。そういうのをちゃんと、支給してくれてないんだよ、とかね。配備してくれてないんだよ、うちの学校は。っていう方。だから、さすまたしかないんだよ、っていう方は、ぜひ、私の DVD。ね、もしくはダウンロード、動画、ご購入ください。これ見ていただいて、何かあった時にですね、一人でも対応できる技術をですね、備えてください。はい、そう思います。はい、SSR のやり方であれば、身を守ることはできます。はい、ということですね。さすまたですね。そうなんですよ。はい、そのままいきますね。はい、私8933。そのままちょっと続けて、1、2、3、3ついってますかね。はい、モンド先生。後の訴訟や、煩わしさを捨てないと自分の身は守れません。当方が検挙されても少なくとも、体の安全は確保できます。懲役覚悟でやりましょう。私8933は名前から察するにまさかということはないですもんね。すいませんね。これもし失礼だとすいません。はい。懲役覚悟でって言ってらっしゃる。やっぱりね、一般の方は、一般の方って言い方あれですけど、基本は多分懲役っていうか、多分留置所に入るのも嫌だと思うんですよ。普通の方。わかります？なので、私は、やっぱり、なんていうのかな、ダメだとは言わないですよ。ガツンって行くのはダメだとは言わないですけど、それなりにやっぱり、周囲にやっぱり迷惑がかかる可能性もあるってこと。もちろんね、命がかかってるんだったらしょうがないけども。だけど、そうじゃない場合もあるんですよ。中には。だから、なんていうのか、法的対処でいけるやつもあるんですよ。
結構、いやむしろそっちが結構多かったりするんですよ、うん、でどういうことかって普通にいたら喧嘩があってわーっと来てね、この野郎とかってなってガツンってやっちゃったらね、法的に罰せられて自分が留置できになると、で会社からクビになるっていう流れも十分ありえるんですよ。あと向こうから、損害賠償とか、まあ、慰謝料請求とか、示談でとか何数十万ですよ、まあ、40万50万とか状況によっては、はい、でもし地面に叩きつけて頭が割れてね、植物人間状態になっちゃったら分かりますよね、もうどれぐらいかかるか、数千万から1億とかっていういろいろな話になってくるじゃないですか。だからそこまで面倒くさいことになる状況に持っていくのかっていうこともあるじゃないですか。だから私はプロフェッショナルとしてそういったこともしっかり言わなきゃダメですよ。自分のこと言ってる言葉って結構責任が多分あると思うんで、まあわかりますよね、私こういうことやってるんでかなり責任があるじゃないですか。だから私が言ったことは多分そのまま皆さん信じる方が多いと思うんですよ。当たり前ですけどね、私これ仕事でやってるんで。なので簡単なこと言えないんですよ。あ、こう来たらぶん殴っちゃっていいよとか、こう来たらぶっ刺しちゃっていいよとかね、ナイフでね、ダメなんですよ絶対に。だから、法的なことがやっぱりあるのでということで、この動画、その後審査は大間違い、喧嘩でこの技を使うと暴行及び傷害罪かに、認定と逮捕確実ってやつ出しましたよね、うん、だから結構これあるんですよ皆さん、うん、胸ぐらつかんであったじゃないですか。私言いましたよね、レーサー、オーストラリアレーサーが、車乗ってて交通上のトラブルに巻き込まれてね、相手は男2人ですよ、日本人ですよ、でこっちはオーストラリア人レーサーですよ、確か息子と乗ってたと思いますよね、でそれで胸ぐらつかんだんですよ、そのオーストラリア人のレーサーがね、そしたら2日間かな、長いこと留置所入ってたんですよ。でもう懲りた、もうやめてくれっていう状態になったんですけど、ね、それだけならまだね、留置所だけならまだあれ、まあそれだけでも結構きついけどね、まあ会社もいけないわけじゃないですか。で会社側は分かるじゃないですか、そういったことって。多分勤めてらっしゃる方だったら会社側って、あ、なんだあいつ捕まったらしいよとかってなるじゃないですか、ね、そうするとクビとか話になるじゃないですか、ね、でそれだけじゃなくて、もちろんこれいろんな損害賠償請求とかいろんなことがこう出てくるんで、そうするといろいろ問題になってきますよね、うん、家族もやっぱり大変なことになっちゃうし、追い込んじゃうし自分の家族もってことですよ、うん、だから多分ね、これやったってぶん殴っちゃってもいいよって言える人ね、やれる人ね、私が言うのは、多分やれる人っていうのは、基本的に多分懲役何回か行ってる人。いいですか？懲役何回か行ってて、ね。で、あと家族がいない人。なんです？周りに家族、要は養っていく子供もいない。家族が全然いない。自分一人身で、懲役も何回も行ってますよっていう人。だったらいいと思いますよ。まあいいと思いますよって言い方ちょっとおかしいですけど、だったら、もし何かやっても迷惑かけないじゃないですか。周りに全くね。ね、ただ迷惑はかけますよ。相手には。相手と相手の家族に目をかけますからね。それ分かってますよね。うん、相手がバーって来たから俺はぶん殴ってやっちゃったと。ね。で、転がって頭打って、例えば重傷になっちゃったと。ね。まあ、自分は家族いないからいいですし、で、懲役行ったところ自分に何回か懲役行ってるから大丈夫だって話になるでしょ。だけど、相手は、ね、相手、例えばバタンと言って頭、意識不明になっちゃったと。そしたら相手にも家族いるわけですよね。ね、例えば相手にも家族がいると、それからまあ多分子供もいるとしましょうか。そしたらそういった子供にも迷惑がかかりますよね。ね、だから私が言ってるのはダメだとは言ってないですよ。ダメだとは言ってないですけど、線引きが大事だって言ってるんですよ、うん、どういうことかっていうと、例えば相手がね、もうこれは確実に俺はやられるっていう状況、もう確実に自分殺されちゃうと、例えば自分の第三者の多分一緒にいる人たちも多分これやられるっていう状態ね。だけど、擦り傷程度じゃダメですよ。擦り傷でっていうのはダメなんですよ。擦り傷でって、あ、これ、だって俺は逃げればいいじゃないかとか、いろいろ話になってくるんで、法的なことも鑑みて、相手からやられて、あ、これはもう多分やられるなと。もう、凶器とか持ってたらもう高い確率ですよ。相手が家族いようが関係ないですよ、これは。わかりますよね。うん。だけど、そこのとこ、大事ですよ。ね。バカバカバカーンって、バカバーンってやっちゃって、上から頭踏み潰してやっちゃっていいのかとかっていろいろ話になってくるんで、そこのところを私はやっぱりプロフェッショナルなので、いいっすよ、やっちゃっていいっすよとかっていうのはダメなんですよ。そこのところもいろいろ考えて、すべてにおいて配慮した状態の矜持をしないと。わかりますよね。私、師範ですから。先生ですから。わかりますね。一般の方だったら言っていいかもしれないですよ。言っていいかもしれないですけど、ただ、これを例えば、書くことによって、勘違いする人も出てきますよ。例えばですよ、これ私8933、これ次いきますよ、これ、某護身数試案がとんでも護身数を公開、11時10分開始、対煽り運転護身術のなんとかっていうところで、ここで言ってるじゃないですか、私8933、懲役覚悟で立ち向かいましょう、自己保身は護身になりません、ややこしい男にはまず窓を開け、ドライバーがボールペンで顔をつくと卒倒します、たとえ自分が検挙されても、一生棒に振っても、体の安全だけは確保できます、裁判までやりましょうって言ってるじゃないですか、これダメですよ、絶対。私これ言わせていただきますね。絶対ダメです、これは。やったら。
わかります。ではバーッと来て、おい開けろよって言って顔面ガーンとつくとね、そうするとめんどくさいんですけど、これまた傷害とかいろいろなるんですよ。で自分が逮捕されるじゃないですかね。でその後例えば刺さったのは例えば、まあ、顔とかじゃなくて目ん玉で入ってやったりすることもあるわけでしょ。相手が動く場合もあるわけだから、ね、そうすると、失明とかになるでしょ。そうすると数千万単位になってきますよ。あと眼球移植とか、なんか私そんな話聞いたことありますけど、いろいろ面倒くさいことになるんで、ね、例え検挙されてもこの検挙された時点がアウトになっちゃうんですよ。わかります。だから人生を棒に振ってもって、人生を棒に振ったら終わりじゃないですか、ね、で家族も養えなくなっちゃうでしょ。ね、で体の安全は確保されるかもしれないですよ。これはもちろん、そら相手刺しちゃいいんだから、ね、だけどそうやってやっちゃうと、これはどちらかというと犯罪者のやり方ですよ、これ。わ、うん、かりますよね。懲役覚悟を取って、懲役がなかなか大変なんだから、普通の人たちは、ね、でそれだけちょっと言わせてください。本当にこれは、はい、あの勘違いする人が出てきちゃうので、ね、これは私は自己責任だからやっちゃってくださいっていうことは言えないですよ。わ、はい、かりますよね。はい、そういうことです、ね。ぜひご理解ください。よろしくお願いします。はい、いきます。朝川誠一さん、ちょっとね、あの朝川誠一さんね、あのいくつですかね、ね、10コメント以上連続で出されてるので、少しだけ抑えていただくといいです。本当にありがたいんですけどね。はい、あのもしくは一つにまとめていただくとかっていう形ですね。これ例えば五神ラジオ公開ごみ返しのやつに、かなり入ってますよね。バババーン連続だから、これは一箇所にまとめていただいてコメントしていただくとありがたいです。よろしくお願いします。いいですか。こういうことですね。日本国民発狂を起こすな。今までが奇跡だったんだよ。経費がかかってるんだよ。物を作るのにマネーがそこをケチってどうすんだ。命がかかってるんだぞ日本政府ね。他人の気持ちなんて 100% 理解なんてできないのに真顔で分かれよって言ってくるんだ。なんだよそれよ、それよ。うん、はい、まあでも大体これ、そうです、安田さんの言って見えること分かります。はいね、朝川さん、いつもね、本当にあの、SSR、それから可愛いものの味方で、いらっしゃるので、本当にありがとうございます。そうですよね。これね、何がダメかって、これ多分皆さん分かってますよね。私の言ってること。私も一般市民だから。私セレブじゃないから。ね。セレブリティの人は多分いいでしょ。これ別に。ね。これだって仕事の問題だってそうじゃないですか。私個人事業主じゃないですか。ね。で、結局その自宅で、謹慎かな、ね、今謹慎というか自粛状態で今やってるじゃないですか、ね、自粛状態でやってますけど、基本的に個人事業主の方たちって自粛状態でやったらアウトなんですよね。その場でアウトじゃないですか。だから保証がなきゃダメなんですよ、ね、だからまあ巻いてたのは30万って言ってたけど、書類とかいろいろかかるから結局いろんな人たちが蹴られて、ね、結局そこまでたどり着けないっていう人ばっかりでしょ、大体。だからダメだっていう話で10万円っていう、まあ、アメリカとかオーストラリアもそうですけど、各国はみんなやってるんですけどね、すぐに、うん、国民全てにおいて金銭を渡すということはやってるんですけど、日本はやらなかったでしょ。だからみんなからブーイングが来たでしょ。だから結局10万円ってなったじゃないですかね。私も言ってたじゃないですか、そうやってやってたわ、10万だって。で、10万ってなりましたよね。だからいいんですよね。うん、いいんだけど、その後にまたいろいろぶつくさ言った人いるでしょ。いや、商品券だとか、いや、これどうだなとかって言って、要は水を差すみたいな感じの人いたでしょ。ああいう人たちって、基本的に政治家の人ですよ。政治家の話ですよ。何かって、自分金持ちだから。ね。あの人もそうでしょ。あっそうさん、そうでしょ。あっそうっていう人いそうでしょ。ね、私今これうなずいただけ、あっそうってうなずいただけですからね、うん、返事しただけですよ、あっそうって。あの人もそうでしょ、ね、いろいろなんか、10万円配るのにいろいろこうなんか邪魔しようとしたでしょ、ちょっと言ってることが。なぜかってあの人お金持ちだから、ボンボンだから、ボンボンでやってきてるから、写真見たらわかるでしょ。前私見せましたよね。お金持ってるから、全然、だって家で自粛してたって何も問題ないんだから、うん、お金ないの持ってるんだから、全然こんなの家に例えば 2年3年こもってたって全然大丈夫なんだから。普通私たち一般市民って国民ってできないでしょ、それが基本ね。自粛ってもうダメ、アウトでしょ、自粛した時点でアウトでしょ基本ね。で10万円で果たしてじゃあ足りるのかって、いろんな方見えますよね、いろんな方見えるんで、大変な方見えるはずですよ。10万円なんて全然ダメだっていう方もいると思うんですよ。うん、だからそんだけのこと言うんだったら自分たちに責任を持てよって、日本政府が責任持てよっていうのが多分国民の方たち のあれだと思いますよ、共通した意見だと思いますよ、うん、言ってることダメだから。でもそんなこと言われてたじゃないですか、それって確か、誰だったかな、
あの大阪の元市長の方、なんか言ってみましたよね。お前たちは金持ちだからそんなことできんだよって、お前たちできるけど国民はできねえんだぞって言ってましたよね。だから正しいんですよ。うん、確か2、3人が同じこと言ってみたこと言ったと思いますよ。有名な方で。うん、だからそれが共通の意見なんですよ。それはそうですよね。だって、まあ、公務員の方もそうですけど、お金入ってくるでしょ。何もしなくったって。基本、どっか行ったりして大丈夫でしょ。入ってくるでしょ。保証されてるでしょ。保証されてないんだから、普通の人たちは全然。うん、大半の人たちは保証されてないんだから。ね、だからそこのとこしっかりできるのって話ですよ。で自粛していいよって、いや命の方が大事だよって言ってる人は多分保証されてる、完全に。あのコメントでもいっぱい見れるけど、うん、いや大丈夫だよって言ってる人は必ず金入ってる、うん、あのお金が払えない、例えば電気代払えないとかガス代払えない、家賃払えない人っていっぱいいる。でもそういう人たちって行かない、やらなきゃダメでしょ。仕事に行かなきゃダメなんだから、仕事行かなきゃもらえないんだから、お金がでしょ。それも自粛しろよって言うんだったら、ね、だったらもう政府がやんなきゃ、全部。うん。でも12兆円ごっちゃないですよ。でも30兆円ぐらい使ってもいいじゃないですか。で、50兆ぐらい使えばいいじゃないですか。そんぐらいの覚悟があるのかって話になるじゃないですか。ね。っていう怒りだと思いますよ、私は。国民は。日本国民、皆さん同じ共通した怒りだと思います、これは。はい。よろしくお願いします。はい、いきます。チャカステッセさん、コメント返しありがとうございます。やり方スタンガンが一番欲しかったのですが、縦型スタンガンの存在を知ってからとても心強くなりました。攻撃だけでなく防御の重要性も教えていただき、護身の知識の幅が広がってよかったです。あ、そういうことね。うん、やり方スタンガンまた紹介してますよね。あのスタンガンスピア、あ、すごくいいですよ。すごくいいんですけども、やはりちょっとね、値段が少しやっぱりしますよね。少しします。うん、ものすごくいいんですけどね。うん、で、縦型スタンガン、スタンガンシールドね、これすごくいいです。これもね、ぜひあの TMM 社商品出ておりますのでご購入ください。ものすごくいいですよ、これも。私これを見せてる動画もあります。確かスタンガン講座の中でも、スタンガン講座 DVD でも私確か見せてたと思います。はい、縦型使ってますね。うん、これね、押し付けるだけで効くんですよ。130万ボルト流れてるから。うん、縦を押し付けるだけでも、要は触れられないんですよ。縦を掴めないんですよ。奪えないんですよ。130万ボルト流れるから。うん。はい。あと押し付けるだけでもそのスタンガン効果があるから。うん、スパークもするし。はい。すごくいいです。もうこれもね、ご利用いただきたいと思います。はい。石橋政権さん。はい。お久しぶりです。はい。護身技法にかかと蹴りの、等の下半身反撃は良さそうですね。内側の膝関節の左右を、かかと&側頭の連続蹴り、連蹴りを採用しています。うん。バレリキックのやつですよね、これとはね。ただね、かかと蹴りね、バレリキックものすごい有効なんですけど、ただ一つね、私感じたこと。普通の普段の行動の時って、行動してる時って、だいたい靴履いてるじゃないですか。そうすると、かかとあるじゃないですか。あれが当たる部分のね、ピンポイントで当たる部分が、ちょっとずれるんですよ。うん。ちょっと難しくなる。難易度上がるんですよ。靴履いてると。うん。だから、普段から裸足でいればまた別なんですけど、やっぱりね、かかとって結構デリケートでね、当てる時って、ピンポイントで。うん。だから日常生活で果たしてこれがそのまま使えるのかなっていうのはあります。だからもしですよ、靴履いた状態でこのかかと蹴りを使おうと思ったら、多分当てる部分が変わると思います。うん、蹴り込むというか押し込む感じで、かかとのもうちょっと、底面というか、要は底の部分の方、かかとの底寄りの方あるじゃないですか。あっちの方でグッと押し込むように蹴る。いや、今内側の膝関節の左右のって言って見えるんで、あちら側ですよね。内側、あれが効くじゃないですか、ああいうとこって。うん、をグーンって踏み込むような感じで入れるっていうんですか、打撃だけど踏み込んでいくみたいな、押し込んでいくみたいなやり方の方が効くと思います。うん、ちょっとこれ普通のかかと蹴りはまたちょっと違うんですよ。裸足の時のかかと蹴り、いやバレリキック、まあバレリキックってバレリーさんが出てくる前に私もやってたんですけどね、すでに。私たちが中高生ぐらいでも私使ってたんで、この技、あ、効果的だなと思って。バレリーさんもちょっと後のはずですよ。はい、これ本当の話ですよ。うん、だからこのかかと蹴りなんですけど、実践でや、実際は組手でやってる時のかかと蹴りは裸足じゃないですか。その時は、要は回すように、円を描くように、要は反時計回りかな。右足で蹴るときは。反時計回りでぐっとこう回転させるように、要はタッピングする要領で蹴るんですよ。トン、トンって。だから思いっきりグンって踏み込まなくてもまだ効くんですよ、これって。トントンって感じで蹴る人。でも、これ靴履いてると多分違うと思うんですよ、また。うん。ちょっと底の方でグッと押し込んだ方がまだ効くかな、みたいな。ちょっとこれ難しいですけどね。まあ、石橋政権さんは多分、やってみえる専門家の方なので、武術を分かると思うんですけど、多分普通の方、蹴
経験者じゃない方は私が言ってること分かんないかもしれないですよね。政権さんは分かりますよね、はい。ちょっとそこ微妙ってことです。靴履いてる状態。だ靴履いてる状態でちょっとこうサンドバッグ蹴ったりとか、あかかと蹴りでやったりとか、あとあの、人ですね。人体で人体実験したらちょっとかわいそうですけど、組手みたいな感じで蹴ってみると、多分感覚が違うの分かると思います。はい。はい、ではいきます。ミッチ M さん、コメント会社ありがとうございます。元気が出ました。一皮向けたモンドさん、期待してますよ。心霊もの楽しみにしています。ありがとうございます。うん、ですね、心霊もの、もうすでに編集終了いたしました。はい、もういくつか、撮影終了いたしました。はい、アット驚くアシスタントが今、アシスタントがいるので、アシスタントが出てきますので、ちょっとね、楽しみにしていてください。本当に経歴は驚きますよ。はい、ということですね。これね、実はね、実はですね、ミチさん、もうすでに私、心霊体験をしております。はい、もういくつかもうすでにしております。びっくりしました。はい、ということだけ言わせていただきます。撮影済みです。また徐々に、多分、後ほどですね、出していきます。後ほどっていうか、もうこれあれか、そっか、これが出てる前にもう出てるから第一本出てますわ、ミチさん。これあの、私これ米返しの動画出す前に一本出てます。はい、すいません。はい、見てください。これシリーズになりますので、はい、よろしくお願いします。ザザさん、ザザさんでしょうか、 XXA ザザさんね。警棒型のスタンガンタイタン M3 は護身的な意味で有効ですかね。名車のサイレスプレーテイクダウンの購入も考えています。あ、テイクダウンってちょっとあの大きめのやつですかね。あのちょっとこうなんだろう、ベアスプレー、ベアスプレー形式みたいな感じ、まあ形式とはちょっと違うか。人差し指でギュッギュやるやつですよね。あれシュワシュワって出るやつですよね。ちょっと大きめのやつですよね。テイクダウン。私もあれね、購入考えたことあるんですよ。うん。まあじゃあもちろん一押しは、まあ皆さん分かってみると思うんですけど、サイレスプレーの一押しは、F605 ですよ。わかります ?F605、TMM 社のね、TMM 社製品のポリスマグナムですよ。うん。で、まあ小型であれば F605、大型であれば B610 なんですけど、私は絶対お勧めするんですけど、要は内容成分が違うから、圧倒的に力があるから。うん、だからそういった意味での信頼度は高いんですけど、要はそうですね、名車のスプレーテイクダウンっていうのは多分これ結構勢いよくバーッと出るんじゃないですか。私ちょっとこれ検証しないんでわからないですけど、私もこれ購入考えたことあります。うん。指向性としては、相手にかかる指向性としては、スパーンと相手に対して飛んでいくような感じします。これ、ま、いろいろ動画を確認していただくといいんじゃないでしょうか。ちょっと私まだ確認してないです。タイタン M3 っていうのは、ちょっと今チェックしますね。これですね。特殊警、警棒型のスタンガンで、パパパンって伸びるやつですね。うん。だこれも悪くないんじゃないですかね。だから、結局、護身的な意味でっていうのは、どこで護身するかだと思うんですよ。うん。だから、警棒型スタンガンのことを言ってみた方いるじゃないですか。ね。前回ね、言ってみるじゃないですか。で、私それ説明したじゃないですか。うん。だけど、うん、どうかな。うん、だから、使うとしたら家の中になるじゃないですか、基本。まあ、大きすぎるから陰徳できないし。だから、家の中だと思うんですけど、侵入者対策ってことですよ。うん。だから、それはそれでいいと思うんですけど、ただ、こういったものって、タイタン M3 そうなんですけど、叩くときね、叩いてどれぐらい強度があるかってことも考えなきゃダメなんですよ。うん。だったら、その棒状にする意味があるのかなっていうのは私はあります。うん。要は叩いてどれぐらい強度があるか。下手したらぐにゅんって曲がっちゃうかもしれないし、どれぐらい、例えば突くかな、突く、叩くをやってみて、実際にこれが強度があるかっていうことが大事なんですよ。私これやってみたいんですけどね、これぶっ壊れたら結構コスト高いですからね。わかりますよね。一回でやっちゃったみたいな。私ちょっと前回実は、あれですね、ビッグライト。ビッグライトの DVD 出したんですよ。ビッグライトっていうのは 大型の、いやマグライトみたいなライトあるじゃないですか。え、マグライト、マグライト社のやつですよね。でも普通のライトで大きいやつあるじゃないですか。長いやつ。ね。だから基本持ち歩きもできるけど、基本は家の中で使うみたいな。ね。だからこれは警棒にもなるんですけど、叩くところをこれ間違えると、まあこれね、DVD とかダウンロードしていただいて、見ていただいたらわかるんですけど、ガラス面あるじゃないですか。ガラス面の時はライトの部分。ね。あちらの部分で叩いたら割れたんですよ、実は。はい、これちょっと動画見ていただいたら分かります。見事に拡散しますよ。 外部はものすごく強度が高かったんですよ。だけどその衝撃があまりにもすごすぎて、叩いた時のガラスが割れたんですよ。パシーンと。ものすごい 強度があるやつを使ったんですよ、ビッグライトの。うん、だけどそんなもんなんですよ。だからこれって叩いた時、実際叩いた時どうなのかってこと。収縮式のスタンガンってことなんで、まあ短くできるし長くもできるんですけど、これってどういった意味であれなのかなっていう、叩いた時にちゃんと強度があるのかなってこと。
ね、まあ触れたら電流が流れるからっていう意味でやったら、そういった戦い方としてはね、振りながらこう電流の流れるやつを振りながらやってるんで、相手もそういった意味でビビるかも、びっくりするかもしれないですけど、これはでもまた検証の余地ありですね。これ、うん、私ちょっと検証もしてみたいと思います。うん、だから私は否定しないですよ。まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思ったら、ただ私は前も言いましたけど、選択肢としてはちょっと私、警棒型スタンガン今のところないかなと思います。うん、叩くなら、がっつり叩くなら、特殊警棒でいいかなと思います。うん、がっつり叩くなら。うん、そのタイタンの、このタイタン M3 の、その、どういった時に使えるかっていうことですよね。がっつり叩くなら警棒でいいし、がっつり電流をスパークさせてやるなら、130万ボルトか150万ボルト、TMM 社の、その商品でいいかなと思うし、もしくはシールド型スタンガンとか、そういうのでいいかなと思うんですよね。そこちょっと難しいです。ザザさんね、本当にありがとうございます。こういった質問ね、私はとためになります。どうかな、有効かな、これ タイタン M3 は。相手が突っ込んできた時もあるしなーっていう。これ先端とかって、先端は電流流れるのかな、ついた時に先端で電流流れてた。あ、これなんか流れてなさそうな気がしますね。これまあライトがついてるんでライトで照らせるといいんですけど、この銀色の部分が電流が流れてるとこだと思うんですよ、私はね。まだ、検証してないからですよ。だけど先端の部分どうもこれ、電流が流れてないから、ついた時に電流が流れるようにするといいかなって、月が結構有効なんで、と思いますね。はい、あと、叩いた時の強度かな。叩いた時に一発でぶっ壊れるようでは、相手に防がれたら終わりってことですもんね。はい、いきますね。はい、ザザさんありがとうございます。浅川誠一さん、ありがとうございます。本当ね。はい。ずっとね、連続で行かれて、まあ、これ本当に一箇所にまとめていただくといいです。この後ね、6コメントぐらい来ておりますので、よろしくお願いします。柴犬新さん、岡山県警察学校であった事件で、警部がナイフで2回刺したとあります。これって私、前回公開しなかったでしたっけ？公開したような気がしたんですけど、刺したやつですよね。あ、刺したやつというか、訓練してて刺しちゃったやつですよね。本物ナイフ使ってて。訓練に緊張を持たせるためだと言ってますが、とてもうさんくさいです。動機もわからないのですが、こういう無能害悪な上官から身を守るご神通はないのでしょうか。いやー、これはね、無能害悪な上官から身を守るっていうか、ナイフで2回刺したって、要は訓練でやってる時にナイフで刺してるんで、それも素手でやれっていう状況じゃないですか。だから素手で守らなきゃダメなわけじゃないですか。これね。わかりますよね。訓練でやってるんだから、素手で守る訓練ってことでしょ。だから、素手でやらされてると思うんですよ。上官、お前素手でやれよって言ってると思うんですよ。で、でも上官は本物ナイフ用意したと思うんですよ。だから、これは本当にそういった事故じゃなくて、何らかの動機があったのかってのは私はわかんないですよ。わかんないですけど、じゃあどうやって身守るのってなった時に素手で守らなきゃダメじゃないですか。だったら一番いいのは、やっぱり離脱することじゃないですか。走って逃げればいいじゃないですか。ナイフでガッと来たら、例えばグッて、例えばある程度腕の外側でね、前も言ったじゃないですか。私、タイナイフ護身術 DVD でもこれ紹介してますけど、外側でブロッキングするってやつを教えてますけど、どうしてもない時ね、そこでブロッキングして、わかるでしょ、大体。あ、本物だってわかるでしょ。刺さった時に痛みでわかるし、大体。ブスって、あらと思うじゃないですか。ね、出した時に。もうその時点で走って逃げるしかないでしょ。助けてーとか言いながら、警察学校の中で。したらみんなが取り押さえる。まあ、取り押さえるっていうか、それで追っかけてったらもう完全にこれ、なんか、殺傷する気満々でしょ、それは完全に。追っかけてそのまま行ったら、この警部が、もし警部が気づいて、あ、しまったとかって言うんだったら別だけど。だからこれどんな勝負になったのかって、確か私言いましたっけ、前ね。なんか勝負になりましたよね、この警部をね。ちょっととんでもないことですよね。本物のナイフで使うって、本物のナイフの危険性って大体分かってるはずだから。私だって本物のナイフ使いますよ。訓練の中で使いますけど、それを使うときってのは、もう安全に考慮して、ちゃんと防具つけさせて、で、かつ、もうほとんど振らない。スピードを持たせない。スピード感なんか持たせない。もうちょっと太極拳に近いような形で、相手に認識させるやり方でやります。ただ自分が身勝手にバン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 刺しゃいいっていう状態じゃないですよ。危ないじゃないですか、そんなことやったら。ね、だからそんなことしないですよ。ただ相手がしっかり勉強になるようにゆっくり振って、これ本物のナイフですよ。気をつけてくださいね。ゆっくり振る。あーってやるだけです。で、そういう時どうしますって言って、相手はしっかりそっと動くんですよ。でも私はゆっくりやりますよ。ふわーって。安全性考慮して。じゃないと、本物のナイフ を見せないと訓練にならないから。だから本物のナイフを使ってやるんですよ。これ絶対大事なんですよ。ラバーナイフだけでは絶対ダメなんですよ。訓練にならないから。でもラバーナイフ使う時ってスピード感持たせてバンバンやったって安全性があるから。で、ちょっとレベルアップすると、ラバーナイフじゃなくて、木のナイフとかね。
木製のナイフとか使うんですよ。なんでかって木製のナイフとかって痛いから、当たると大怪我はしないけど痛いんですよ、うん、そうするとかん、あ、今刺されたなってやられた方は分かるじゃないですか、うん、だからそういったものも必要かなって。だから段階で、段階別で訓練するというやり方です、はい、だから本物のナイフでの訓練も大事では大事ですけど、それに対して危険性っていうのをちゃんと知ってる師範じゃないとダメだってことです。だからこの、なんだこの警棒分かんなかったんでしょ、全然ナイフの危険性が。だからあんなことできたと思いますよ。思いっきり振ってるわけでしょ、本物のナイフで、はい、まあ、ダメだと思います。はい、ですね、あ、このとこちょっと行きましょうか。浅川誠一さん、幽遊白書のトグロっていうんですか、弟風に言えば、日本人に足りないのは危機感です。自分たちだけは大丈夫と思いたいのでしょう。トグロの霊気のごとく、コロナウイルスが全世界に蔓延しています。今や 50% の状態です。トグロがこれが 120% にならないようにしなければなりませんとは言いつつ、自分も平和ボケです。まあ、平和ボケは悪いとは言いませんが、終わりってことですね。うん。はいはいはい。まあね、危機感って大事ですよ。これは、日本人足りないのはって言ってみますけど、日本人だけじゃないですよ。世界中そう思いますよ。だって、マスクもつけてなかったところあるんだから、国で。大丈夫大丈夫で。いるでしょ他の国で。うん。だから、あれ一緒ですよ。アメリカとか、なんだ、ヨーロッパのとことかみんな言ってたでしょ、バカだな日本人はって、マスクなんかつけてとかって言って。だからこの特に感染ね、感染対するご心臓は日本人は悪くないと思うんですよ、うん、結構できてると思います、他の国に比べたら全然、はい、で柴山日新さん、中国の場合は危機感を通り越して被害妄想と隠蔽ですが、ああね、いろいろありますからね、隠蔽の話もありますよね、うん、実験のね話もいろいろあります。これまたね、別の機会にまたちょっとしっかり話したいと思います。でもちょっと前回話したのかな、忌憚で。はい、ちょっと待って、あ、ちょっと今もう30分超えましたね。はい、わあ、すいませんね、ショートショートのはずだ、ショートじゃなくなっちゃってる。はい、ですね、ね、あ、私8933ね、これで瞬間で掴むことが完成した場合、その瞬間弾道は必ず自分をそれます、外れます。常に淡白に近い冷静さが必要です。言葉は悪いですが、打たれることを恐れない神経が必要です。まあね、そこですよね、その境地に立てればという話ですよね、うん、難しいんだろうなこれは。ですね、はい、私さ、893さん、ちょっと連続で、まあ、ちょっと勉強になりそうな感じですから、連続で言いますよ。銃を突きつける人は、暗殺目的を除いて必ず感情衝突や欲求があります。うん、そうですね。まず自分が落ち着いて話に応じる姿勢で臨みましょう。うん、いいと思いますよ、これも。うん。バーバルでね、バーバルで一応やる。まあ、これは銃だけに限らず、喧嘩もそうだと思います。はい。続けてそのままいきますよ。確かにプロは護身具を否定しません。なぜなら、夫婦の、っていうんですかね、護身具の使用法に熟知しているからです。うんね、また、極度は上からの命令の場合、死刑覚悟で突っ込んできますので、それに対する事前予防線を学ぶことも大切です。そうですね。ですよね。死刑覚悟で突っ込んでくるんで、まあ、関係なしに来ますからね。そこですよね。だから何が一番やっぱり効くのか、護身具として効くのかって、まあやっぱりサイレスプレーかな、そうなると。うん、だけどそれだけじゃダメかな。やっぱり前も私言ってます、運速かな。運速である程度相手から離脱するという離脱法もしっかり学ばないとダメだと思います。はい。はい。ちょっとね、はい。ありがとうございますね。浅川誠一さん。はい。いっぱい入れられておりますね。ありがとうございます。ね。また一箇所にまとめていただくだけでも、これは全部で10いくつコメントされてるんでしょうかね。うん、はい。翔平河村さん。SSR 理論は米軍と自衛隊が進めている対中国抑止戦略の総合エアシーバトルに通じる標本の共通点があります。統合エアシーバトルでは、普段から事前察知監視活動を徹底し、仮に中国からミサイルやサイバーの第一攻撃を受けたならば、シェルターなどで防護をブロッキングしながらミサイルの射程圏外に離脱することになっています。まずは離脱をし、離脱後に反攻に転じるにあたっては、迎撃ミサイルによる反撃や電子戦といった SSR の防護盾やサイレスプレーに相当する反撃盲目化作戦が実施される予定です。まさに SSR 理論そのものです。おー、翔平さん、河村翔平さんですね。あ、すごいですね。よく知ってみますね。エアシーバトル。あ、これちょっと私、言いますよ。受講生の方に言います。いやー、SSR 理論はエアシーバトルなんですよね。とかって言います。
ああ、そういうことですか。事前察知監視活動の徹底。で、何かあった時は、まずは離脱。離脱行動。まあ、運速を使った離脱行動ですよね。そこから、まあ、状況によりますけど、離脱しながらかもしれないですね。離脱中かもしれないけど、離脱後に SSR のボコタテサイレンスプレーと、まあ、いわゆる盲目化作戦を使用すると。ですから、迎撃ミサイルによる反撃や電子戦ということですね。ああ、勉強になります。ありがとうございます。そういうことですね。SSR 理論、最先端を言ってるということで、ありがとうございます。いただきました。はい。風水神さん、よく日本人は優しいから、すいません、間違えてすいませんね。風水さんじゃなかったでしたっけ、名前ちょっと、すいません、これ過去のね、バーッとこれコメントしてまで下ってるのがかなり時間かかるんで、はい、間違ってたらまたちょっと指摘してください、コメントで。はい、すいません。よく日本人は優しいから犯罪が外国に比べて少ないというようなことを言われますが、犯罪やらないのは単純に法を守ってた方が得になる状況だからに過ぎないと私は見ており、法を守ってたら生きていけない状況になれば犯罪に走るのは当たり前だと考えています。政府の存在意義というのはそういう弱肉強食の状況を作り出さないことにあるわけで、庶民どもの生活など知ったこっちゃないという対応されれば、もう各人が自身の強みを使ってサバイバルするしかないというのは私の考えです。そうですね、うん、もう日本政府がダメなら私たちサバイバルしましょう。はい、それしかないですね。間違ったマスクの情報とかいろいろ言うでしょ。またメディアそこにまた乗っかってまた来るでしょ。嘘みたいな情報とか流したりもするでしょ。だからあれも気をつけないと、自分でやっぱり判断するってことは大事だと思います。うん、はい、イカラヤハヤトさん、ヌンチャク、トンハンは良いが、日本刀は空手には馴染めないのでは、もともと沖縄の農民で武器がない方々の誤信だから。うん、あのね、この武術講座で私、いろんな武器出しましたね。日本刀だけじゃなくてナイフも見せましたけど、あれはね、まあ私のただ訓練としてやってるってことと、空手は実際刀ってあんまり関係ないですからね。ただ、宗家は日本刀好きだったんですよ。だけど、これは武術講座なので、武術という位置づけで私見せました。見せましたったら、まあ一応訓練してました。はい。してます。そういうことです。はい、武術っていう一くくり。わかりますね、はい。空手としてやってないです。はい。サンドバッグやったり叩いたり蹴ったりしてるのは、あれはちょっと、なんだかな、空手の、あれがありますけどね。うん、技術をやってるの、練習してるのもありますけど。ただ、武術の練習ってのはあれまたやるんですよ。空手の練習じゃなくて、武術の練習って、まあ同じじゃないかって思うじゃないですか、武術と空手って。でも、その身体双方だけをやるってのあるんですよ。うん、だから他の人が見てると、太極拳みたいな。そのような動きも練習したりもします。はい。だから私は、武術を否定してるわけじゃないんですよ。わかりますね。何回も言ってますからね。はい。いきます。ねえ、そうですね。イカラハヤトさん、空手、柔道極めてもコロナや病には勝てないかもね。最近ね、柔道連盟の人たちがコロナかかりましたね。あと、警察の剣道関係の方たちもみんな一斉にかかりましたね、コロナね。うん、ダメですよね、やっぱね。特に、ランドリーとかガーってこう、やっぱ柔道やってる方ってこう行くし、剣道もそうじゃないですか。ね、メーンとかこう結構口から出るじゃないですか、飛沫が。あれもまずいんでしょうね。だから空手もね、ほんと気をつけなきゃなと思います。特にやっぱ組手とかもそういうのはもう絶対禁止で、もうほぼ自主練。間隔空けて自主練。で、窓全開にして、みたいな。で、全員マスクつけて、手袋つけて、みたいな、のようなやり方です。はい。そこですね。おっくんさん、この酒飲んだら気分悪くなって、悪酔いしたぞ。未だに冷蔵庫2本あるけど、保健所にでも持っていこうかな。消費者センターから、笑い。うん、それは、まあ、この製造会社の方がやることであって、あと、日本政府ね、とかの、日本政府なのか保健所なのか、どこなんだ、それ。ね、そちら系の方がやることなんで、私たちはあんまり関係ないですよね。まあ、買わないっていうのが私は一番いいと思いますよ。うん、っていうと、ちょっとまた、業務妨害みたいな形に聞こえるかもしれないですけど、私はですよ、私の経験からして、やばいと思います、これは、はい。そういった意味で動画を出しました。でもこれは自己人の自由だと思います。飲みたい方は飲んだらいいんじゃないでしょうか。でも私は勧めないです。はい。そういったことです。はい、いきます。はい、ですね、スパガさん。ね。かなり有名な方じゃないですか。ね。はじめまして、師匠の誤信動画をいつも YouTube にて楽しみにしております。就寝時には誤信ラジオを聞いて勉強しながら私も誤信用具を備えるようになりました。外出時にはサイレンスプレイ、エリミネーターを常備しております。最近ではコロナの影響で世界が混乱していますので、今よりも治安悪化が予想され、誤信の必要性を再確認するようになりました。
ぜひ、師匠にツイッターなどの SNS を通して今の若者へ注意喚起等をしていただきたいなと思いコメントさせていただきました。私の勝手な要望ですのでスルーしていただいて構いません。もしツイッター等で師匠の意見をリアルタイムに消えると思うと楽しみで仕方ありません。リプライを通してみんなの意見を聞くことができる長文をできる長文を読んでいただきありがとうございました。今後とも応援しております。ありがとうございます。スパガさんはね、実はかなり有名な YouTuber の方なんですよ。この方これ本当にねコメント入れていただくってこと私すごく感無量です。ありがとうございます。嬉しいです本当に。結構ゲーム関係でしたっけ、ゲーム関係もやってらっしゃるんでしたっけ。最近なんかオフ会やって見えたとか私見たんですよ、うん、びっくりしたって、有名な方じゃないかって十何万人見えますよね。はい、すいません私底辺 YouTuber です。すいません。そうですね、コラボしていただいたら私助かります。なんかで本当に悪いですけどコラボしていただいたら助かります。なんかアクセス上がるのかな、アクセスというか登録者数上がるのかななんてちょっと汚いですよね考え方がね。はい、スパガさんね、これ別個でちょっと動画上げたいな、これスパガさんのに対するこの返信コメントのやつね。今だけちょっとこれだけですいません、またちょっと時間できた時にパッとこういや出したいな、スパガさん用の米返しのやつ。そうすると皆さんなんでスパガさんだけそんなことしてあげるんだよっていう方まさかいないですよね。ね、本当にねよろしくお願いします。すいませんね、私もねいろいろとこうちょっとコラボしたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ続けていきます。クワマンさん初コメです。刃物や金属バット等で襲ってくる騎士街にはフルコン経験者の私でさえ脅威と感じています。やはりモンド氏の言う通りサイルスプレーが最良かと思います。私自身友人に武器を持たせて攻撃させることをしていますが、トン、ヌンチャク、トンファ、棒、特殊警棒ととても難しいです。素人の方がサイルスプレーを使うにしろ、最低体さばき、足さばきを練習していただきたいと思います。できれば空手等を習うことをお勧めしたいと思います。これは私同じ意見です。はい。やった方がいいと思います、絶対。はい。プラス、ご神話ね。はい。モンドシアンの動画にあって、本物とは何か教えていただきました。本当にありがとうございます。オス。はい。私からも、オス。はい。もう、何も言うことございません。もうその通りでございます。はい。本当にそう思いますね。一番いいのはやった方がいいです。やってください。絶対武道やってください。私絶対否定してないですからね。昔からしてないです。否定をしていないですからね。ホームページ作った時からずっと否定してないですからね。わかりますよね。でも、私が言ってるのは、いや、有効だよって。有効なのをどんどん使ってこうよって。それと並行して体鍛えたり、体ね、身体操法を学ぶのはもう必須だけど、できない人もいますけどね。何回も言ってますけど。できない人もいるから問題なんだけど、だけど、なるべくやった方がいいですよって話です。はい、もうこんなところでいいでしょうか。そうです、確かこれぐらいかなと思いますね。はい、またねちょっとね米返しできなかったかできなかったところもあると思いますね。すいませんね、すべて本当米返ししたかったんですが、はい、48分50分ぐらいですねなりました。はい、ではねこれぐらいで終了させていただきます。ぜひですね、皆さん本当に DVD ダウンロードご購入ください。よろしくお願いします。本当にサポートしてください。よろしくお願いします。個人事業主、非常にいろいろと大変です。よろしくお願いします。はい、それでは終了いたします。ではまた次回お会いしましょう。カイモンドでした。リアルご真実をぶちかます。